レイチェル・ルイーズ・カーソンはアメリカ合衆国のペンシルベニア州に生まれ1960年代に環境問題を告発した生物学者。アメリカ内務省魚類野生生物局の水産生物学者として自然科学を研究した。農薬で利用されている化学物質の危険性を取り上げた著書沈黙の春はアメリカにおいて 半年間で50万部も売り上げ、後のアースディア1972年の国連人間環境会議のきっかけとなり、人類史上において環境問題そのものに人々の目を向けさせ、環境保護運動の始まりとなった。没後1980年に当時のアメリカ合衆国大統領であったジミー・カーターから大統領自由勲章の授与を受けた。 幼少時は作家を志しており、高校の成績も極めて優秀であった。ペンシルベニア女子大学では英文学を希望していたが、生物学の授業を受けたことで、生物学分野の科学者を志望するようになった。ジョンズ・ホップキンス大学の修士課程で遺伝学を学ぶ。当時、女性が一生働ける職業は少なく、特に理系の分野においては看護師か教員しかつける。 仕事がなかった。そのため科学者という選択は非常に珍しいことであった。大学院でも男子学生の中にこう一点という状況であった。終始家庭卒業後はアメリカ連邦漁業局に勤務。1941年、潮風の下で、1951年、海辺、1962年、沈黙の春などの作品を発表。 当時まだ顕在化していなかった州当局による DDT などの合成化学物質の散布の蓄積が環境悪化を招くことなどの啓蒙活動に取り組んだ。特に沈黙の春は農薬類の問題を告発した書としてこれを読んだケネリ大統領が強く関心を示し大統領諮問機関に調査を命じた。これを受けアメリカ委員会は1963年農薬の 環境破壊に関する情報公開を怠った政府の責任を厳しく追求。DDT の使用は以降全面的に禁止され、環境保護を支持する大きな運動が広がった。なお、カーソンの死後の研究では、DDT の危険性には疑問の余地もあるという意見もある。沈黙の春の執筆中に、元戦国を受け病と戦いながらの執筆活動で、 1964年4月14日にガンにより死去。生涯独身だったが、1957年に肺炎で亡くなった名、マージョリーの息子、ロジャーを養子にしている。カーソンは特にアメリカの保守層から批判を受けているが、特に標的となったのが DDT 禁止問題である。この問題については1980年代にレーガン、ブッシュと続いた。 共和党政権時代から政治学者、チャールズ・ルービンらによって継続的にカーソンへの批判がなされてきたが、2000年代に入ると、カーソンが DDT の禁止を主張しなければ、何百万人ものマラリア患者が死なずに済んだという論法で、カーソン個人がそれらの死について責任を負うべきであるという批判がなされている。しかし、実際にはカーソンは、 マラリア予防目的であれば、DDT 使用禁止を主張していない。カーソンが実際に主張したことは、農薬利用など、マラリア予防以外の目的での DDT の利用を禁止することにより、マラリア化が DDT 体制を持つのを遅らせるべきだという内容だった。一方で安価な殺虫剤である DDT は、途上国では、田畑での農薬として使用され、 最近までほとんど減少しなかった。このため猛菌類や水生生物の減少による生態系破壊はそのままで DDT に耐性を持つ蚊の増加を増やす結果となっている。ありがとうございます。